回はここで開けようか。これだね。なんとのね、なんと疾風殿下のシールエハースやな、確か。これなんとのシール、ナルトのシールエハース出てなかったやな。もうとっくにこれだけ出とうと思ったんやけど、とうとうに出とうと思ってたんやけど、もう出てなかったんか、まだ。そうなんやね。まあいいか。パッケージはね、まあそのナルト編やな、こういうやつあって。あったことない、こういう、まあ、他人、結構人数みたいな感じだね。じゃあ、早速開けようか。説明なんかも、説明は概要欄みたいなしな。最初にパック、いや、一緒に休みようか。うん、最初、お、これは何だっけな。何だっけ、あれや、鹿丸が封印したやつ。何だっけ。データだったっけ、データじゃねえか。何だっけ、あれ。ヒダン、ヒダン、ヒダンか、そうです、ヒダンやったな、ヒダン、ヒダン。こういうの出てきて、疾風殿だろ、そうか、とか、あの辺か、あの辺やもんな。確かな。初めて知ったの、初めてだ、こういう情報。知らなかったの、こういう情報あったとか知らなかったわ。しかないけど、へえやな。そこまで興味ない、そこまで興味ないっていうね。確か、ナルト、確かな。ナルトもどんなんでしょうかと。お、桜ちゃん。桜ちやな。桜ち、ね、これは。ピントが当てる？あ、ピントだった。桜ちか。桜ちゃんやね、これは。桜。うーん、ラミアコの街。もう、優等生か、もう、へぇ。誕生日初めて知ったわ。大事だったのみが分からんや。へぇー。これ結構に、よ、なんかい、ね、ひどいヒントが、はないのかな。あったことで。なんじゃね。次は、わけですか。これか。最後か。で、今日は、はい。あ、なんか、ちょっと降りた。ちょっと、なんか、変なのが違う。はい。上が過ごしちゃったよ、もう置いとけ。はい。お、キバや。キッパー、ね。ガツーが、ガドーかだけ。ガツーがだけ、ガツーがけしかないやつ。あね、確か。じゃあね、キバに、いい感じ。こういう感じね。こういう名前なんだっけ、こいつの名前。鹿丸ジャニーなんだっけ、名前。忘れてもったわ。赤丸か。赤丸やな、確か。おで赤丸堂々やな、名前確か。だよな、多分。もう便利けど。ちょっと映画さんのしまうか、中に。必ずこれか。中しまってと。次。はい。なんか次ナルト来るかな。あ、長寿や、長寿のやつやな、長寿もな、よいしょ、長寿か、バイカの術やな、確かね。こういう感じでね。じゃあ長寿厳しい、5月1日は体重そんなにどんなものやぼっちゃり系だってやつね。まあ、デブとぼっちゃり系の何が違うかわからないけどな。何かデブとぼっちゃりの違いは何でしょうか。まあ、どうでもいいかな。22かな。あと、こいつと、こいつか。うまいな、これ。で、これは年間の違いっていうと、出るかなーって感じだけどね。よいしょ。お、これはまだだったっけ。まだだ、戦争の時にまだだよな。まだだな。なんかシグだったっけ、これシグだった、あ、シグ立つあるんか、ここに。まだだよな、これは。まだなの、戦争の時のバージョンか。リネ転生か。だよな、確か。まだ、これシグとか。
1の35、36やから、確定、C で確定やな。しっかり確定。ね。まだなんや。ってことは、相方やから、何やの？何が大変やな。もう一回、もう一個。こいつがってことは、でもあいつ、どれや。全然違う。どれがどれやない方は、やからって書いてけど。ナルトだとええんやけど、まだだってことは、わかんない、ミスだった。よいしょ。ラストです。ラストのやつは、超地じゃなくて、鹿丸か。鹿丸が出たな。これね。鹿丸か。めんどくせえけどなって感じやな。ね。感じで、しかもあれかな。ただ原作のボルト編で他になったんだけど、こいつ確か最弱の影ってやだ、他になったよな。こいつツイッターで、ツイッター MX に中田になったけどね、だよな、だったと思うけど、あんまりボイス踊ったけど、こいつこいつ影になったんだっけ、またボルトになった、ツイッターでまたなった取ったぐらいやしなぁ。じゃあね、まあ出たのはこういう感じか。鹿丸とシークレット、長寺、桜、キーパーのやつ。じゃあね、こいつがシークレットやんかと、あとなんやな。でも何がする、何がある全然わかんねえ。なんと以外やるみたいな。あのやつか、あいつか、あの、帯とか、帯とかも全身な、別に。あ、敵がか。敵が味方側やと考えたら。ああ、初代か、初代な、初代。初代なんだっけ、あの、初代のおかげ、初代おかげか。あいつ、名前でよん、名前でよんけど、名前か。名前なんだっけな、ちょっと名前とか後で、ね。コメント欄に、ね、名前とか、もし名前があったら、名前があった人だったら教えてほしいけどな、あいつ、初代のおかげか。前は。ああ。そっか、あれもあったな。ナルトの、キュービー、あ、でもないか、パッケージ売りとか、ホリエパッケージ売りとかな、ないかな、それは。まあ、あとはね、あとはこの動画の評価か、高評価してくれたら嬉しいかな。どちらでもいいけど。まあ、最終的にはね、最終的には、そのチャンネルの登録してほしいかな。まあ、それじゃあ、またね。